皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。では今回は、ゲレンデ坊ジョンのケープ、ジョング編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ジャミトフ、バスクの、ティダンズをグリープス2で撃破したんですが、その後すぐ、シロッコが、ティダンズの全権を掌握して、再び旗揚げをしてきたということで、グリープス2が再びティダンズの元に渡っています。今回はですね、そのグリプス2ではなくて、ラビアンローズに展開しているエウーゴ、これを叩いておきたいと思いますので、早速、エウーゴの本拠地、ラビアンローズ制圧作戦を発動していきます。これより我が軍は、エウーゴ本拠地、ラビアンローズに対する攻略作戦を開始する。利権を貪る企業の手先となり、いたずらに戦果を拡大したエウーゴを裁かねばならん。各員の一層の努力に期待する。ここにはですね、ビグザムを3機投入します。ビグザムを着々と量産してまして、まずは従来通りビグザムに乗っているドズルザビ中将、そしてガルマもビグザムに乗ってもらいました。さらに総帥自らもビグザムに登場、出撃してもらいます。では早速部隊動かしましょう。もうラビアンローズをね、撃破していきたいと思いますので、部隊数53になってますね。で、宇宙の方だけ見ているわけにはいかなくてですね、ティタンズが地球で再び活動開始してますので、まずはですね、こちら対西洋に関して配合区隊を送っていきたいと思います。ここはサイクロプス隊になります。では、出撃していきましょう。まずは対西洋からですね、ここは配合区隊を送っていきます。攻略戦を開始します。ガルバルディも持ってはいるんですけども、ガルバルディを使う場面っていうのはちょっとなさそうですかね。逆にガルバルディが撃破されないように気をつけましょう。サイクロプス隊が入ってますので、まあ、サイクロプス隊を前面に出した戦い方でいいかなと思います。数でも有利に立ってますので、まあ、負けることはないと思いますが、あとはモビルスーツの消耗をいかに抑えられるかっていうね、そういう戦い方をしていきたいと思います。これで大西洋の制圧、まあ、ほぼ完了できそうですね。この後はじゃあグリプス2の牽制と、あとはラビアンローズの制圧戦をね、しっかりやっていきたいと思います。格闘が1回ずつでも入れば撃破できるかな。ここはハイゴックですね。残っちゃったかな。ちょい残しですね。次のターンに持ち越しですが、まあここの制圧は完了できたと思いますので、次につなげていきたいと思います。敵エリアに侵入しました。では続いて攻略戦を開始します。ラビアンローズ攻略戦始めていきます。ここはビグザムをうまく使っていきたいので、ビグザムを、まあ、ここと、2箇所に配置できるかどうかが一つポイントになるかなと思います。なんとかね、その2つの拠点にビグザムを置けるように動かしていきましょう。ビグザムは足がどうしても遅いので、ビグザムに先行して拠点を確保するガルバルディ隊がどこまで踏ん張れるかですね。ウーゴですが、まだ、ゼータガンダムとかは出てきてないですよね。カミーユもまだ見かけてないかな。そういった強キャラたちが出てくる前に決着をつけたいですけどね。ここは敵は前に出てくる気配はなさそうなので、先にこの場所を抑えられるんだったら抑えましょう。あとここにはドロスも配備してありますので、エネルギー切れが仮にモビルスーツ隊で起きたとしてもですね、ドロスで収容して、エネルギーの回復はできるかなというふうには思ってます。まあ、さらにグアジュンもいるので、モビルスーツの運用は前回のグリプス2の攻略戦よりはるかに楽になるかなと期待しています。はい、まず拠点は取りました。ここに次のターンでなんとかビグザンも配置します。この2つに、で中央からはですね、一応ギレンも牽制のために中央に突っ込んでもらおうかなというふうに思っています。これでビグザムからのマップ兵器、大型メガ粒子砲を3連射して一気に数を削っていきましょう。そのためにこのターンでできるだけ
損害をね警備にしておきたいなというところなんですが、どうやら下の方に敵は集中的に攻撃を仕掛けてきそうですね。防御、なんとかこらえてもらって、まあ、ガルバルディ一機はしょうがないですね。ここはねもう損害としては、神湯だな。人間が死ぬなんて間違っている。ビグザムを拠点に配置さえして補給ラインを守れれば十分に戦えると思うので、まずはビグザムを一機配置したい。ドズルが配置できる。索敵ぐらいはしちゃいましょう。うわすんげえ数いるな。そしたらこっちのビグザムもどうだろうな、拠点に入るのがいいのか、それとも正射だけした方がいいのか、ちょっと悩ましいですね。拠点がここにあるんですが、この拠点にいてもビグザムの火力が活かせないと思うので、ちょっとここはビグザムの火力を最大限発揮できるように、ビグザムエネルギー切れ覚悟の上で前進させましょう。では各部隊攻撃を開始していきます。河川場はここかな、ここが一番威力を発揮できると思うので、あとは補給ラインを守るように部隊を展開していきましょう。ウーゴはまだ量産機ネモの姿はちょっとなさそうでしたね。事務コマンドが主力のように見えました。敵の配置が変わったな。想像してた場所じゃないところに移動してきてしまいましたね。このままだったら予定通りの場所に部隊を配置しておいた方が良かったかもしれないな。ここはニムマスが犠牲になりそうな場面ではありますが、それでもビクザムの配置を強行した方が良かったかもしれないですね。なんとかあのビグザムの河川上に敵をうまくおびき寄せたいんですけど、その誘導が今のところうまくいっていないので、一気にねメガ粒子砲をぶっ放すっていうシチュエーションになってないんですよね。ここをうまく誘導していかないと、ちょっとモビルスーツの数では劣っているので自利品になってしまう可能性がありますね。ここはどうするの、一発目のメガ粒子砲です。ビグザミ3機持ってきてますけども、これ一発目です。ギレン総帥のビグザムが半分ぐらいまで削られてしまっているので、ちょっと一度拠点に戻して回復させる必要も、あるかなという状況もありますので、ちょっとビグザムがうまく運用できていないのかなっていうね感じはしてます。アムロがいるな、あとクワトロ隊員もいましたね。グアジン、ビグザム、ドロス、この辺りはどうしても撃墜されたくないので、なんとかこらえたいですね。ここはクワトロバシダ隊員がいるな。クワトロなんかはどうだろう、砲撃で沈めたいですよね。もういっそのこと、大型メガ粒子をビグザムで一斉正射で仕留めたいな。まずはどうする、攻撃のラインとしてはどうだ、いいところにはいないよな。そうするとガルマは、ガルマは撃てますね。撃ちましょう。ギレン総帥も撃てるね。撃ちましょう。でドロスが撃破されるのは絶対に嫌なので、一度拠点に戻して、ミノスキー粒子も散布。デラーズも絶対嫌だな。一度撤退するしかないですね。で、ここにいるガンダムを撃破しないと危ないので、ガトを出して撃破させましょう。ここの方がなんか効果ありそうですね。攻撃ね。こっちにちょっと変えます。エウーゴは、パイロットの数、決して多くはないですけど、アムロがいて、クワトロダイがいて、カミユがいて、アポリーは撃破しましたけど、優秀な強いパイロットが多いので、
ちょっと一発逆転食らう可能性ありますからね、ちょっと気をつけましょう。ここもクワトロのリックディアスを撃破。クワトロはクワトロ専用というかね、あの赤いリックディアスではなくて普通の黒いリックディアス持ってましたね。マッシュ様を舐めるなよ。でさっき撃破したアポリーがクワトロ機に乗ってたので、まあ、そのあたりの矛盾も助かったかなと思います。これが俺の実力。ここはビグザムからの正射もありますからね、数を減らしていくチャンスになると思います。ここはガルマのビグザムからのメガ粒子砲、さらにギレンもメガ粒子砲です。よし、これでまあほぼ勝ちは確定できたかな。あとはドロスとグアジンが撃破されないようにだけ気をつけたいと思います。カミーの G3 を撃破してもらう。ただガルマのビグザムがもう撃破される寸前になってしまってるんで、これがこらえられるかどうかですね。これこらえられないとちょっとしんどいかな。アムロのウルバーニアも撃破です。ただこのアムロもねかなり強かった強敵ですからね。シーマがもう瀕死の状態になってます。ここはフルアーマーのガンダムですね。フルアーマーなんでフルアーマー外した後にもう一回普通のガンダムが出てくるっていうのがまたちょっと面倒くさいうざったい仕様になってます。覚えておけ。ん、ドロス集中攻撃、あとはビグザムガルマが危ない、そういう状態だな。ドロスがこらえてくれるか。ドロスはこらえた。ガンダムグー、ガルマのビグザムはやられましたね。ビグザム3機体制で運用してたんですが、ちょっと2機体制になってしまいそうですね。ただあのビグザム自体はもう1機生産中なので、これ本当はキシリア用に作っていた機体なんですけども、この後ちょっともう一度当て直しましょう。これでラビアンローズの制圧完了になります。いい音色も、まあ、だいぶモビルスーツ失ってますし、ビグザムも失いましたので、モビルスーツの補充とね、ビグザムもう一機生産ということを行って、ビグザムを4機体制にしていきたいと思います。ザビ家にはね、みんなビグザムに乗ってもらおうという作戦です。アクシズのハマンカーンが全世界に向けて放送を。最後の登場勢力はハマンカーン。私はアクシズのハマンカーンである。人類の未来は宇宙の力を手に入れたスペースノイドでなければ切り開くことはできない。だから我々はあの暗黒の世界から帰ってきたのだ。紹介しよう。ザビ家の正当なる後継者ミネバザビ王女、スペースノイドの頂点に立つお方である。我々アクシズはミネバ様のもと地球の重力から人類を解き放つため、この戦いに審判を下そう。かつて我々を暗黒の世界に押しやった者どもよ、思い知るがよい。ドズルザビ中将はギレンの下でまだ働いてくれてるんですけどね。宇宙要塞アクシズを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開、同時に地上部隊による東ヨーロッパ侵攻を開始しました。ハマーンごとき小娘はどうとでもなる。だがアクシズの戦力、気をつけねばならんな。はい、では最後の登場勢力ハマーンのアクシズが登場したところになりますが、今回はねここまでにさせていただいて、続きは次回プレイをしていきたいと思います。